東洋水産、マルちゃん、ワンタン、シーフードスープ味、揚げワンタンに粉末スープがついていて、火薬は最初から入っています。ワンタンは9個入っています。皮は薄いですがしなやかで繊細な舌触りがあります。中の具は少量で細かいため、何が入っているのか分かりづらいです。スープはやや濁り感のある塩味で、アサリの香りが強く出ています。塩分は少し強く、胡椒の刺激もあり、それなりに自己主張をするスープです。カニカマは少し固めで、卵は効果的ですが、もう少し大きな塊になっている方がいいです。昼ご飯のおつゆとしての用途は主だと思いますが、その場合あっさりとしたご飯に合うと思います。